皆さんこんにちは、手直し看護塾の青柳です。今回は腸閉塞かなと思ったらの1回目、腸閉塞を考える症状というお話をしていきたいと思います。洞察力で見抜く急変予兆をお持ちの方はですね、211ページをご覧ください。さあ、腸閉塞を考える症状ってどんなものがありますかね。腹痛ありますよね。便秘ありますよね。ガスが出ないありますよね。おしん嘔吐ありますよね。腹部膨満感ありますよね。血便、そして大量の水溶性下痢。下痢？腸閉塞でしょというふうに思うかもしれませんが、腸閉塞というのはですね、血便だったり下痢というものもまああるんですね。でこれはどういうことかというと、確かに腸閉塞の場合、まあ腸閉塞といってもですね、いろいろあるんですが、詰まっているところっていうのは当然便は通過しないわけです。でも詰まっているところの先というか、まあ肛門側ですよね、そっちはですね、動いている可能性がありますので、まあ腸閉塞になってもですね、まあ、下痢が出ないとは限らないんですね。ですから、まあ、先生であるあるさん、お腹が痛いと言ってますという話をすると、まあ医師はですね、必ず便出てるというふうにこう聞いてくるわけですよ。ですので、先生であるあるさん、お腹が痛いというふうに言っていますと、便出てるのと、まあ便は出てます、下痢してますという話をすると、まあどちらかというと、まあこれはですね、下痢をしているからお腹が痛いんだろうというふうに考えて、まあ、別の方向にですね、こう引っ張られるかもしれない。まあ、ですので、下痢はしているけれども、例えばお腹の動きがすごく悪いとかですね、あるいは腹部膨満感があると、下痢しているのにお腹の動きが悪いというのは合いませんよね。下痢しているのにお腹が張っているというのも合いませんよね。ですから、下痢はしているけれども腸閉塞を疑う症状はありますよということを、まあ、伝えることが重要と。そして発症様式というものもいろいろあるんですが、まあ、これは次回またお話をしますけれども、例えばですね、抗薬性の腸閉塞の場合には突然来るかもしれません。一方で腸閉塞でもですね、ゆっくりゆっくり来る場合もあります。まあ、例えばがんがあってだん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 詰まってくるという場合には、いきなりがんが大きくなるってことはないですよね。そう考えると、まあ、痛みがですね、どういう痛みがあるのかというのは突然だったり患者の進行だったりという場合もあるということですね。既往歴で回復歴があったりすると、当然癒着している可能性はありますよね。まあ、その他にもいろいろ書いてありますが、腸閉塞というのはですね、なかなかですね、これといった決まった症状があるわけではないところが、まあ、少し難しいところですよね。そして身体所見を見ていきますと、身体所見はですね、手術の後とかヘルニアとかいろいろ書いてありますが、この辺もですね、まあ、身体所見として情報は取れるかもしれない。まあ、やっぱりね、患者さんがこう下痢という状況があったりすると、腸閉塞がないんじゃないかと思ってしまうかもしれません。ですから下痢があったとしてもですね、頭の中に腸閉塞かもしれないよねというふうに考えて、この身体所見を取りに行けるかどうかということがまあ重要です。身体所見って例えば医師の体に書いてあるものを見るっていうのは、まあ、難しいことではないんですが、自分が身体所見を取ってくるということがまあ重要で、一個一個全てのですね、身体所見を取るっていうのは、まあ、時間がかかるわけですね。ですから、この患者さんは、腸閉塞なんじゃないかっていうふうに考えて、腸閉塞で出てくる身体所見をピンポイントで狙って、取ってくればいいと。そうすると、まあ、ここに書いてある身体所見で、もしこれがあったら腸閉塞と言いやすい、こう強いですね、所見って何かありますかね。まあ、これは金属音なんですね。金属音があった場合には、その患者さんは腸閉塞の可能性がかなり高いと思います。まあ、ですので、先生誰々さん、お腹が痛いというふうに言っていますと、そして、まあ、お腹の音を聞いてみたらば金属音が聞こえますよという話をするとですね、これは、まあ、医師はですね、腸閉塞かというふうに考えて、まあ、レントゲンを取りましょう、場合によっては CT を取りましょうという話になってくるかと思います。皆さん、腸閉塞の患者さんってどういうイメージを持ってますかね。まあ、僕の、まあ、イメージはですね、腸閉塞っていうのは、まあ、非常に元気がなくて患者さんがうずくまっていると、まあ、そういうイメージです。まあ、腸閉塞にもいろいろ種類がありますから、まあ、何とも言えませんが、高齢者の場合はですね、まあ、元気がない、
ご飯を食べる、まあ、素振りが全くないと、そして、まあ、いろんなことを考えるわけなんですが、もうとにかく元気がなくてですね、まあ、お腹が痛いわけですから、まあ、うなっていると、まあ、そういうイメージがあります、まあ、これはね、やっぱりケースバイケースですが、皆さんがいろいろなこう経験をすると思いますが、そういう経験をですね、まあ、印象として自分で持っておくということがまあ重要かと思いますので、まあね、元気がなくてうつ病になっている患者さんは腸閉塞ではないかもしれませんが、まあ、まともな状況ではありませんよね。ですからそういうことがね、まあ、意識がついていれば、まあ、それで十分かと思います。金属音はですね、身体所見のところでこう話をしましたが、お腹の中の遠いところでこうちっちゃいこびとかですね、トライアングルをカーンと鳴らしていると、まあ、そういうイメージですよっていう話をね、したかと思いますので、まあ、覚えててね、くれている方もまあ多いかと思いますが、まあ、元気がなくてうずくまっていてお腹が痛いかどうかと聞いてみると、まあ、ううと答えて、ちょっとごめんなさいよと言ってお腹を触るとまあ痛がる、まあ、あるいはお腹の音をですね、まあ聞くと、まあ、基本的にはお腹を触る前にね、今日聞くというのが基本でしたよね。で聞いてみると、なんかね、こうカーンとかキーンって聞こえる場合、これはですね、まあ腸閉塞を強く疑いますよということにつながってきます。では本日の出直し語録です。腸が動かん腸閉塞だからといって、まあ、下痢で除外できるわけではありません。金属音は超大事と、下痢があるから腸閉塞はないということはね、まあ、除外しないように、ぜひ、まあ、注意して確認してみてください。では次回はですね、腸閉塞かなと思ったらの2回目、腸閉塞って何でしたっけというお話をしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。